押してたよね、シャーロットさんね。グランシェルドの騎士として押しました。そう、なんかいいね、こういうのなかったよね。はい、どうも皆さんこんにちは、白黒チャンネルのチューニーです。グッドゲームガールズチャンネルの味噌汁です。はい、今日も FFX ビアス公式チャンネルやっていこうと思いますが、今日のお題ははい、何ですか。はい、先日追加されました、FFBE FFX ビアスオリジナルキャラのシャルロットちゃん。はい、これ味噌汁ちゃんも推してたよね、シャルロットちゃんね。です、グランシェルトの騎士として推しました。そう、そのシャルロットのオリジナルストーリーが追加になりましたので、そちらの方をですね実況していきたいと思います。はい、というわけで今日はシャルロットイベントを行ってみそしはい、というわけでやってまいりました。はい、このシャルロットさんのイベントなんですけれども、はい、発生条件があるんですよね。はい、うんうん、でその発生条件っていうのが、うん、オルデリオンの、大陸のストーリーを全部終わらせていること、これが発生条件になります。はい、そして多分私たちもねまだクリアはしてないとか、初見なんですけれども、盛大なあのネタバレになるかと思いますので、はい、もしね自分がやってから見たいなという方いらっしゃいましたら、ちょっとねここでねそっと実していただければ ねバックボタンをね、そうね、していただいて思います。はい、はい、というわけでみそじちゃん結構シャルちゃん推しじゃなかったでしたっけ。そうなんですよ、ストーリー結構面白くて、うんうん、図鑑とかに書いてあるんですけど、うん、結構ねやっぱり強い思いをが残ってるものをビジョンで召喚しているんですけど、ねうん、彼女はねちょっと特殊で、特殊なんですよ、要は簡単に言うと生きてる。そうね、実在してるんですよ。でレインとかラスエルへの安否を確認したいというか、安否というか案ずる気持ちね、案ずる気持ちが強すぎて現れた、うん、要は生き量みたいな、まあそうですね、言い方ってなりますけど、言い方、はい、なんで、うんうん、死んでない、生きている。そうですね、実際に同じ時間軸に生きてる、生きてる、ね、パラレルワールドとかでもないですからね。そうなんですよ、うんうん、なんで関係性的には、うん、同期、うんうんうん、ラスウェルさんとレインの同期で、確か同僚、同期、うんうんうん、同じ職場 の、グランシェルトの騎士、うんうん、そうそうそう、で、ラスウェルとレインが、グランシェルト城をこう、うんうん、置いてというかこう任せて旅だったわけなんですけど、そうだね、任せた相手がシャルロットっていう感じですね。なるほどね、女の子なのに結構その地位があるっていうか、はいはい、なので、はい、グランシェルトを守るっていう役目を果たしているので、結構ユニット的にも守りに強い。そうだよね、ちょっとストーリーにのっとった守りに強いキャラとなっております。でっかい盾持ってるもんね。持ってます、うんうんうん、なんでかばったりもね、うん、できるんで、うん、すごい強いキャラとなっております。そうですね、盾役がさ、はい、結構今もてはやされる時代じゃないですか。そうですね、今縦構成がね、縦構成結構、縦構成があればなんかその、キャラがねすごい強いキャラがいなくても、うん、結構耐久して倒せるみたいなクエストも多くなってるので、もしねボックスにねいる方がいらっしゃいましたので、はい、ぜひぜひシャルロットさんもね育てていただければと思うんですけれども、はい、そんな感じで、では行きましょう。はい、行きましょう。はい、というわけでこの受注場所なんですけれども、はい、入り口近くのね、入ってちょっと右側、入って右側、うん、もうちょっと先、そこの女の人、あ、うん、その人に話しかけてみましょう。はあなたはグランシェルトの騎士、今あなたと同じ騎士さんがこの町に来ているみたいよ。はい、ではこんな感じで女性に話すと、はい、クエストが受注できます。はい、はい、じゃあ俺たちと同じ騎士、誰のことだ。うん、本人がまさかスルッと登場してきましたね。ラスエル誰って思いますよね、シャルロットちゃん持ってない人 ね誰ってなるね。お前どうしたんだよこんなところで。うんうん、イラコスタもコスタもあるか、グランシェルトの騎士たるもの、常に王の命で働く者だ。結構ちゃんとしている方です ね結構キャラがこの一言で分かるね。分かりますね、世話焼きだね、うん、世話焼きだね。私は直面を受け、各国の復興支援の要請や敵への注意喚起、停戦外交を忙しいんだよっつって言ってる。う始まった苦手でござる。ねえ誰、びっくり、これは失礼した。
私はシャルロット、グランシェルト王国のリックセン部隊を率いる騎士だ。おかっこいい。階級は俺たちと同格に当たる、共に仕事をする仲間であり訓練時代の同期でもあった。だ本当に多分同い年ぐらいなんだろう ねきっとね、きっとね、うんうん、どうしたのレイン、こんな美人が相手なのにコソコソしちゃってさコソコソなんてしない久しぶりに会えて嬉しいもうレイン結構女の子にさ優しいし結構グイングイくタイプ、いくタイプ、いくタイプなのにめっちゃ苦手っぽいみたいなママみたいなもんね、さすがだかね。レインは自由に動きすぎて真面目なシャルロットに怒られてばかりだったからな。なるほどね。イラ。お前が甘やかすのも悪いんだ。二人で組を飛び出した時はどれだけ心配したと。いいですね。いい話。いや、なんでもない。生きているのが分かってよかった。いい子じゃん。いい子だ。うん、キュンとしたわ。ね。こういうちょっと不器用な感じのさ女の子キュンとするの。いいね。いいよね。好きだよ。好き好き。隊長失礼します。そこも読んかい。ディナートイレ行くのコロ確保できました。はい、行きましょう行きましょう。分かった、すぐに出発しよう。次の任務はカジパのドワーフから復興物資を調達することだ。なるほど。ここでバイバイするんですね。うん、そういうわけだ。私は私の任務を果たす。生きていればまた会おう。なるほど。あ、命をかけて戦ってんだねみんな。そうね。ててでん、リードちゃんのんき。ねえレイン・ラスウェル、彼女ドワーフの火事場に行くって言ってたよね。うん、風のクリスタルが壊れたせいで火事場にはまだモンスターがいっぱいいるんだよ。うわー、グランシェルトの騎士だって。だって心配には及ばない。心配してやる女の子だね。めっちゃレインとラスウェルよりうっかり防御高いけど女の子だよ。いや確かにリドの言う通りだな、うん、ちょっとやってみるか。行きまんじょーん。あれ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 終わり。はい、というわけで、はい、これはシャルちゃんの、まあ、一応受注なんつうのクエストの主がシャルちゃんなんですね、はい、シャルロットなんですね。はい、追いかけましょう。はい、というわけで参りました、ドワーフの火事場でございます。はい、こちらがディルナの大陸なんですね。はい、なんでちょっと一回さオルデリオンから出てさピュッて飛んでいかなきゃいけないんで、ね、うん、そこだけ ね注意いただければと思うんですけれども、このクエストを受注してドワーフの火事場に行くとこうニューってマークがついてますね。はい、新しい、なんだ探索みたいなのが出てるのでちょっとそちらにみぞしーちゃんに挑戦していただきたいと思います。では行きましょう。はい、ゴーゴー。あ、グランシェルトの騎士が来なかった。ラリ、物資受け取りに送り行ったラリ。かわいい。でもそういえばまだ帰ってきてないラリ。かわいいじゃねえか。心配だな。うん、心配してる。ヘマはしないだろうが念のため様子を見に行くか。行こう行こう、女の子だからね。うん、じゃあね、このまま、一応ねそう奥まで進んでもらうと、はい、ボス戦になるらしいので。なるほど、うんうん、では奥まで行きますよ。行っちゃいましょう。そのままサクサク行っちゃいますね。かわいいよね。ドワーフはね結構シリーズでね出てくるんですよ、こんな感じで、うんうん、おびっくりマーク、びっくりマーク、わかりやすい、わかりやすい。じゃあびっくりしてみましょうよ。びっくり、熱い、あざざざざざ、あ、やられてるじゃないですか。苦戦してる。暑かったんか。絶対違うよ。もっとくなるよ。シャルロット、その怪我は。怪我しちゃってる。お前たち、こんなもの、なんでもない。隊長は、魔物に囲まれた我々を助けようとして。隊長、俺たちが引き受ける。いいね、イケメンだね。ああ、そうだな、無理をしないでそこにいろ。なんだろうね、このね、我々のね。この自分、楽しい読み。感じで好きだよ。私は読むの好きだよ。私も読むの好きだよ。じゃあ攻撃していきます。はい、強いんですかね。どうなんですかね。なんかこれあれですよね、このリクイドフレームは普通の探索にもね、うん、出てきてもね、この敵ね、はい、この敵自体はね。じゃあちょっと励まして集中して。わー、これぞですわ。ちょっと見てはならない乱れ打ちを持ってきます。いや乱れ打ちだよ。そうね、長くやってる人は結構持ってる人多いですからね。じゃあ行きます。行きましょうよ。で、見たか。おー、ラスエル強いね。わー、4万出た。やばいね。ニコルモリモリ持ってきたからちょっとブリザカだけで行っちゃったかもしれない。そうだね、ちょっとウィークネスだね。はい、そんな感じで倒せました。はい、お疲れ様でございます。
ニコルモリモリなんだ。ニコルモリモリ魔法ちょっとモリモリ、ね、モリモリ好き魔法のモリモリ気持ちいい、ね、魔法のモリモリ気持ちいい、うん、じゃあ行きましょう。はい、済むのかな。迷惑をかけてすまなかった。いいね。お前ほどの騎士がどうしてこんな任務をやってるんだよ。そうだよそうだよ、確かに偉い人でしょ。我が国の主力部隊は皆ウィリアスの襲撃地に傷を負った。ああ働ける兵はまだ少ない。私が何でもやるしかないんだ。お働き者、真面目かよ。だがお前は消耗している。そうだよ、オートに帰って補給を。そうだよそうだよ、うん、残るはザテール砂漠で物資を受け取る任務だけだ。まだ無理しちゃうの。うん、その後オートに帰投する。手間をかけて悪かったな。来るな。いやなんかちょっとシャルロットちゃんと付き合いたいもん今ちょっとね。ちょっとイケメンだね。シャルロットが出れるとこ見たいもんね今。うん、なんかこの今まで出てきた主人公の中で一番イケメンな性格してるよ、うんうん、イケメンだよね本当に。もしかしてイケメンだよね、うん、じゃあ行きましょう。ただなんか無理して助けられちゃうキャラですね。ですね、うん、次もねきっと助けに行く系だと思いますよはい、そんな感じでね次はね、まあ、追っかけるんでシャルラちゃん、はい、シャルちゃん追っかけて、ザデール砂漠の西部に向かいましょう。はい、はい、というわけでやってまいりました、ランゼルト、まあ、グランシェルト あのランのランゼルトの島ですね、はいはいはい、にある、ザデール砂漠、はい、西部にニューが出てるので行ってみましょう。はい、ニューイン古軍奮闘の騎士、行きましょう。かっこいいね、うん、でも助けられちゃうもんね。そうですな、うん、というわけで主人公パーティーね、うん、行きましょう。お願いします。なんか、またまたさ、これちょっと部下を鍛えるところから始めた方がいいんじゃないですか。そうだ ね、 ねまず部下をねちょっと、そうだよね、連れてこれる部下を育っていようよってなる ね、 ねこれは、うん、ここの窓は私に任せろ、お前たちは引け。絶対やられてるよ。シャルロットの声だ、急げ急げ。さっきの声怪我したみたいだよ。てんてんてんあいつは昔から一人で何でも背負いすぎて行くぞ。いやラスエルかっこいいな。 あもう出てきちゃうんだ。あこれここのボスだよね、アリジモコ、ね、そうだよね、うんうん、じゃあちょっとシュンとシュンと行きますか。さすがだ、ドワーフの出てきたリクイドフレームの方がこう時系列的には強そうですけどね。せやね、やっぱり強かったですね。やっぱり強かったアリジゴクちゃんは出発でござる、はい、まあそうですね、まあ、まあそうですよね、はい、まあここもすごいもう最初の最初ですからね、うん、じゃあ行きましょう。ピピッと進んでいただいて。おい何やってんだ。シャルロットいないよ。いない。レイン隊長、ラスベル隊長、援軍にいらしたのですか。マイラが働かないからなそんなところだ。シャルロットはどうした。おお。隊長は手負いの兵をかばおうと魔物を引きつけてさらに奥へ。手負いの兵相変わらず真面目すぎるぜ。助けに行くぞラスベル。ああ分かっている。ボス撃破後はね、あのそうビックリマークのところに、はい、進んでいくといいみたいなので、わかりやすいですね、うん、良いかなですね。というわけでビックリのところに来ました。うん、どこだシャルロット、うん、モンスターが多いな。タイや物資から遠ざけるためおとり役を買ってれたのかもしれない、うん、そうでしょうよ。だとしたら早く行かなきゃ。行こう行こう。危ないでござる。どこ、またビックリか。またビックリだ。お、左上だ。あ、ビックリだビックリだ。あーまた倒れてる。全部読んだ。おい大丈夫か。あー大丈夫じゃないよ。ラスエル、どうしてここに。ラスエルが見える前のか。やばいやばい。ラスエルがこうしたんじゃない。あー大丈夫かっつってね、うん、そうそうそう、いた痛いで思いっきりぶつけたね今どうしたもこうしたもないさ、うん、お前が突っ走ってたから助けに来たんだよ。俺もいる。俺もいるっつってね、はい、うん、そうか、またお前たちの旅を邪魔してしまった。あー隊長、緊急命令です。なんでい。グランシェルトの地下道で魔物が暴れてるとのこと。なんでい。もうすごいね。お膝元、お膝元承知した、私の隊で引き受けよう。何でも引き受けちゃうじゃん本当に。びっくり。冗談だろ、その傷じゃまともに戦えるわけないって。フィンタズボ、貴殿は白魔法の使い手と聞く私の傷を癒してはくれないか。いいね。え？でもその傷はちゃんと休まないと。かわいいかフィーナ。
回復してやれフィーナ、こうなったシャルロットが何を興味だら。頑固なんだね。頑固なんだね。分かった。キラーン。キアルラだからね、これ。キアルラだからね。キアルラか、キアルラね。キアルラ。キアルラか。早く王都へ向かわなければ。ああ。しても私が吉野に変えちゃってるけどごめんなさい。向かわねばだね。待てよ、はい。それなら俺たちも加勢する。一緒に行こう。これは我が国の問題だ。私がグランシェルトの騎士として果たすべき責務でもある。一緒の国じゃん。ね、ねえ、お前たちには国を飛び出してでも果たしたい目的があるのだろう。その目的を簡単に放り出すな。うわ、真面目だ。真面目だ。手伝ってって言えば早いのにね。ねえ、ねえ、まずいよね。助けに行くよね。当たり前だろ。次の行き先はグランシェルトの地下道だ。シャルロットのシャルロットの後をストーキングする。本当だよね。ご一行でござる。ね。でもなんかやっぱりちょっとラセルさんちょっと違うね。フォーカスされてるね。ね。ほら関係性がやっぱりちょっとなんか最後、うんうん、ラスベルさんがね。なんかそんな気がするね。意味深な行動をちょっとするね。はい、ということでここはザネル砂漠の、まあ、物語をここでクリアなんですけども、はい、続いてはグランシェルトの地下道に向かいたいと思います。はい。はい、というわけで、王家の、ね、お膝元地下道で魔物が暴れてるそうなの で、ね、うん、思い出深い地下道ですね。そうですね。ということでちょっと行ってみたいと思います。はい。粉骨最新の騎士、どんどんボロボロになっていくよ。本当だね。古軍奮闘から、粉骨最新いきましょう。あー、ね、やられてる。えシャルロット隊長、ほらね、どうした。やっぱりさ、隊のみんなは、うん、討伐対象を追って奥へと進みました。強いのかな、ボスが出てきそうですね。かなり手強い相手が出てきそうだね、うんうん、なんか、うん、はい、申し訳ありません。シャルロット隊長は盾役となり、傷を負ったからね。我々のね、パーティーでも盾役だからね。盾役だからね、基本的にね。なんか公式で盾役っていうさ言葉を使われるとちょっとさ、そうだね、なんかあれだよね、本当に乗っ取ってる感じがするするよね。早く助けなきゃですよ、ですよ、ですよ。あいつはそれを望むだろうか。ラスベルはね、同じタイプだからちょっと気持ちが分かるんだ ね。なんか迷惑かけちゃうとなんか、うんうん、自分がもうね、なんか劣等感じゃないですけど、なんか気にしちゃネガティブになっちゃうからって思ってんだ ね、きっとね。だからずっと複雑な感覚だったの ね。何言ってんの、大事な同僚なんでしょ、うん、だからこそ分かるのだ。シャルロットは他人の助けを借りるのを良しとしていない、うんうん、これレインの名言が出てきた。俺たちが助けに行ったら確かに、うん、あいつは負い目を感じて余計に無茶をするかもしれない、うんうんうん、来た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 、絶対来るよ、うん、そんなことを考えるのは生きてまた会ってからしよう。レイン好きだわ、レイン。俺は行くからな、助けなかったら絶対に後悔する。絶対そうだよ、絶対そうだよね。恨まれても怒られてもいいさ、怒られるのも生きてるって証拠なんだからな。うわ、王道、王道だね。好き、ファンタジーだね、はい、ファンタジーでござるな、はい、そうだな、生きていなければ声を聞くこともできない。あれちょっとなんかやっぱラムじゃない、ちょっとラム入ってるよね、これちょっとなんか絶対入ってるよね。ちょっとまあこの辺はね、そうご想像にお任せしますけど、ね、個人のね感情がねっつって、じゃあびっくりのところに行きますね。そうですね、びっくり言っていただいて、第一びっくりなのかな、第一びっくりですね、うんうん、いいだねえ。シャルロットとレインたち仲が悪かったの、全然いいじゃんね。いや逆だよ、うん、成績も同じぐらいで、うん、3人で手合わせなんかをしてたんだ、うんうん、それにしてはなんだかラスウェル白状じゃない。二人はよく一緒にいたんだ、俺が訓練をサボってる間にさ。なるほどね。俺が知らないあいつのことをラスウェルは知ってるのかもな、うんうんうん、あそういう関係だったのね。そうだね、レインはちょっと鈍感系男子ですからね。ね。行きましょうじゃあ、びっくり、次のびっくりが、ね、奥にありますので、ではびっくりいきます。はい、おするあれ、あラスウェルしてんだ、ラスウェルしてんですね。フィーナちゃんが突っ込むのかな、シャルロットいないね。この辺りの敵は倒しさらに奥へ進んだということだ、うんうん、心配じゃないのラスウェル、なんだか変、変なことなどあるものか、ただあいつは、はいはい、なんでもない、先に進むぞ。なんかいいね、こういうのなかったよね今まで。結構さ、物語ヘビーじゃん、だってさ、そうクリスタル守るみたいなさ、なんかいいね、わかる。クリスタル守る
以外 の、 そのなんかサイドストーリーみたいのがいいね。いいねいいね。はい、というわけでびっくりに普通になんかちょっとした少女漫画読んでる気分になってる。確かにちょっとね、ちょっとしたやつ読んでる気分だわ。行きましょう。はい、はい、はいはいはい。ねえねえラスウェル、シャルロットとはどんな感じで、ね、行きましたね。このリドの空気の読めない感じ好き。好き。前にも言ったろ、同僚の騎士であり、うんうん、同期の、うんうん、ああそういうんじゃなくてどう思ってるのかってこと。そういうことだよ、聞きたいのは。質問の意味がわからない、仲間だと思っている。堅物か。裏のリドがおめえもだろ。本当だよね。お前も自分のことは鈍いから、お前も鈍ったんだろう、ね、ああこじらせてるんだね、こりゃめんどくさいね。こじらせてるってやばい、ね、やばいね。こじらせてるってなかなか出てこないよね。ゲーム内でこじらせてるって見たの初めてかもしれないよ。こじらせな、こじらせ男子が、こじらせ男子、はてなしてた今、はてなしてた今。なるほどね。あ、結構いきますね。はい、いきますよ、うん、じゃあそのままひょっと進んでいきましょう。はい、意外とねここなんかあの下通ったりとかね、あの階段降りて進まなきゃいけなかったりするので、うんうん、あ、出てきたシャロット。あー、よいだ、無事だったか、うん、あ、やっぱ一番最初にかけていったんだよ、だ、ね、見つけた次第。これを無事だと言っていいものか。うわ、魔物の討伐に手一杯で帰りのルートが確保できなかった、全て私の失態だ。そんなことないよ。安心して帰りなよ、この辺りの敵はやっつけておいたから。ネズミとプリンな、そちらはディルマギア、ディルマギアの騎士殿か。騎士殿なんてもうやめてよ、リドっていうな。いいね、リド殿、うん、あなたにまで戦わせてしまい本当にすまなく思う。これ主人公パーティーで来てよかったね。よかったね。ナチュラルだもんね、この入りは。ナチュラルだよ、ちゃんと追いかけてる気分になるからね。なる、うんうん、皆さんもねぜひ ね、 ここね主人公パーティー、そうそう、持ってるってことだから。そうだね、そうだね、やってほしいね、うん、ちょっとニコルも仲間に入れてほしかったですね。ニコルちょっとね開発段階でちょっといなかったんだな。はい、うん、堅苦しい、それ苦手みたいな感じですね。言ったろ、うんうん、こういうやつなんだって。うんうん、だからこそラスベルと気が合うんだろうね。そうだろうな、そうだろうな。お前一人に騎士の任務を負わせた、背負わせた責任は俺たちにあるのだろう、うんうん、確かに。お前たちの目的は聞いている、世界を襲う者たちベリアスを倒すこと、うん、他の者にはできない大役だ、ならばせめて国の守りを引き受けるのが私の務め。ああ、マジでかっこいいな。かっこいいな。こんなところでお前たちの歩みを止めるわけにはいかない。いいですね。いや、ちょっと今シャルロットめっちゃ使おうと思ったね。過剰に背負い込むな。少しは他人を頼れ。俺俺。ああ、俺が救いたい世界の中にお前の命を。私たちの命も入ってる、守られてる。ありがとう、ありがとう。イケメンか、あー鳥肌だったわ、やばい。あ、ちょっと待って、お前いつの間にそんなそういうことを言う男に。あれー、なんかどうしよう、どうしよう。はい、ニヤニヤしますね。はてな、俺は何か気に障るようなこと言ってる。大丈夫かこいつ、こじらせてるよ。そうだよ、 そうではない、分かった、その、もう無理はしない。かわいいね、かわいいね、デルタね、デル見たかったわ。ああいう感じなんだ。な、めんどくさいな。でも多分あいつらの間ではあれでいいんじゃないかな。はあ、騎士っていろいろ難しいね。いや、同感ですわ。わ、いいねこれ、よかった、お前の命も入ってるんだな。ニヤニヤしちゃった、私の命を守って、はい、ここでクリアなんだ、こじらせてた。続いては、はい、オートグランシュートに向かおうということで、オートに戻りたいと思います。はい、うん、何気結構ね、音読し、朗読しながらだからね、結構ね時間長く楽しんでますね。そうだね。結構でもコンテンツ的にもボリューミー、ね、ボリューミー、いろんなとこ行くしね、はい、なんか縄文前に行くとイベント、ほらほらほら、いっぱい集まってるから。なるほど、うん、縄文前に行きます、うん、行きましょう。いっぱい集まってる、うん、ふんふんふん。第3部隊、各地の警備報告急げ。第5部隊は水源の復旧についてまとめた上、私の問題回せ。あ、難しい感じ、一人で回してんだね。そうだね、
トップだからね。なんかもう一人二人ぐらい同期出てきそうですけどね。ね、出てきそう。出てきてあげてほしいよね。うん、シャルロット国を立て直すのに頑張ってるんだね。うん、そうね。かっこいいな、前たちが。先日はすまなかったな。結構日数が経ってる設定ですね。もう謝るなよ、無茶をしないことにしたんだろ。うんうんうん、ああそうだな、少し気が楽になった。私はできることをやるまでだ。今は内政の任務を中心に指揮を取っている。グッグッシャラットならできるさ。政治学の成績は俺たちより上だっただろ。うんうんうん、できそうですねシャラちゃん。そうだったな、民と王のことは任せろ。うん、お前たちは一刻も早くベリアスを倒し無事に帰ってきてくれ。おっ、あー来た。そのつもりだ、帰るまでこの国を頼む。信頼しているグランシェルトの騎士として。最後いらなくない、最後もいらなくない。ここだってここなければちょっと多分なのに。いやでもグランシェルトの騎士としてはもうみんなのこの口癖だから。そうだね、そうだね。私も旅の無事を祈ろう、グランシェルトの騎士としてな。うわー、これ個人として、個人として祈れよ。そうだよ、全然史上入ってんじゃん2人とも。グランシェルトの民としてだよこれ絶対。確かにね、もうこれはこういう距離感、距離感っていう終わり、終わり。いやでもすごくいいよねこれで、ね、みんなにお前個人としてだろうって。でもその距離感をグランシェルトの騎士としてっていう。いやいや、良いストーリーだった、ね、良いストーリーだった、非常に良いストーリーでしたね。うん、あねえねえ、あれでいいの、ダスウェルってば。なんかもうちょっとないわけユーザー目線だね、うん、もう見てる方がもどかしくって恥ずかしくなっちゃうんだけど。いいんだよ、うん、あの二人はあれで、うんうん、不器用だけどお互いに守りたいものが何なのかちゃんと分かってるんだから。匂わせてる。やばいですね、なんかもうニヤニヤしちゃって。もうニヤニヤしちゃうわこういうの。ただのニヤニヤ物語でして。うわー、うわー。ということで、はい、今週パトリオット、パトリオットゲットでございます。ゲットでございます。シャルロット専用武器になっていて、これを装備するとシャルロットが浄化の光っていうアビリティを使えるようになるそうです、はい、でこの浄化の光が、うん、あの味方全体の状態異常回復、すごいね、めっちゃいいんですよ。確かね、なんかね、いくつかねその対象のねあれがあったんですけど、うん、あれしか言ってないんですけど、うん、あとちょっとじゃあ見てみますか、うん、見てみよう、見てみよう、見させて、うんうん、アビリティを、あ、そうだね、そうだね、どれかな、出た浄化の光、あ、そうね、MP20、まあ、なかなか使いやすいじゃないですか。そうですね、シャルちゃんね、あのまあさ守ってるからさ大体さ、うん、あんまりね MP 使うことがないので。そうなんだよね、しかも、うんうん、こうパーティー構成的にもやっぱり守りなんで火力に振らないんで、うん、そうだね、火力にもならないんで、うん、あのこういう感じのスキルというか、ね、スキルがあるのは相当助かりますね。で、毒、暗闇、睡眠、沈黙、麻痺、混乱、まあ、大体ですね、石化と、すごいね、石化と、なんだ、石化ぐらい、石化ぐらい、ね、病気とかもまあダメか、まあまあ大体そのエスナでもね石化とかダメですよね。そうだね、エスナは、うんうん、確か一緒か、一緒だ、エスナ、エスナの全体バージョン、うん、せやね、沈黙になった時にエスナって使えないじゃん。確かにこれスキルだってことは特殊アビリティだからめっちゃいいじゃん。沈黙になっても使える、すごい、これはマジですごい、めっちゃいいですね、いいですね、ぜひぜひゲットしたい。いや長くなりましたけどね、本当に結構なんか運営さんのシャルロットへの愛をすごい感じましたね。これ他のキャラもね、オリジナルキャラ結構見たいですね。やっぱりそのナンバリングシリーズのキャラよりもまだオリジナルキャラの方がね、その図鑑しかないからさ情報が、うん、あんまり思い入れがね、そうなんですよね、なんか物語的な、やっぱ主人公はささすがにもうちょっとさちょっと出てきたけどさ、ちょっとわかるけど、うんうん、どういう性格でとかさ、うん、なんかレイン好きとかラスエルが好きとかさ、うんうん、なんかねフィーの天然みたいな、そういうのは出てきたけど、ね、個性があるけどね、そうなんですよね、やっぱここまでやっていただけるとね、うん、なんかまた使う時にね、まあ、気持ちが違いますね、はい、うんうん、なんで皆さんねぜひ楽しみに待っていてくれればなと思います、うん、はい、そんな感じで、シャルちゃんの紹介でした。
ということで長くなってるのか、ライブカットしてくれるのかな、ライブカットしてくれるかな、ね、撮影自体50分ぐらいかかってますね、すげえカットしてくれ、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ネタバレになってしまってますがね、またこういうねオリジナルクエスト、オリジナルキャラのクエスト追加されたら紹介していければと思います。ではまた見てくださいね、バイバイ。はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。公式ツイッターやっております、詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、チャンネル登録をしていただけると更新通知が届きます。下の赤いボタンをタップまたはクリックでできるんでよろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。